鉄道は古いもの大事に使うとこなので、いろんなものが昔のままです。このカラフルな列車が信号列車です。小学生の4年生から6年生までの、お子さんたちと23年前に書いた時は終点中里の駅のあたりで書いてましたけど、急にね、近所の家の人のとこに信号さん訪ねて行って、お風呂借りたそうでね、風呂も湯捨てられなかったべなという感じでしたけども、はい、今見えてきてますよ。そして最後に見える目、ぜひ撮ってください。信号と書いています。小さいお子様も手に立ってますので、ちょっとね、天気ぐじゃぐじゃしたようなとこもありますけれど、屋根にも大きな魚の絵が描かれております。ここもからついてきて、浮気さんが見えなくなってきているんですが、よく見ると幻のように右手斜め前に見えておりますよ。青森県で一番高い足、ここ右手の斜め前なので、真ん前でなくて、もうちょっと右の方見てもらっていいですか。右です、もうちょっと右、そっち側ですね。はい、なんか薄く色違うものありませんか。岩木さんです。そうです、皆さんの目が悪いんではないんです、天気が悪いんです。大丈夫です、病院生が塗っても大丈夫ですよ。